こんにちは、速稼塾のコブです。皆さんはですね、 JR や飛行機に乗った時に、あ、なんか周りの人の声うるさいなとかね、向こうで泣いている赤ちゃんの声うるさいなと思ってイライラしちゃったりとか、どうにか黙らせろよみたいな気持ちになったことはないですかね。でこの度ですね、ある方から私の方にメッセージいただきました。というのがこちらの記事を見ていただきたいんですけども、CNN ジャパンなんですけども、泣く赤ちゃん避けられる座席予約サービス JAL 導入ということです。これがどういうことかと言いますとね、飛行機に乗った時に静かに乗りたいと、そういう方のために、赤ちゃんが乗ってる時はそこの席を避けてね、ここが予約できますよって感じで、好きな席が選べるんですよね。これもやっぱり賛否両論当然あると思います。ただ私がね、評価したいのはこの JAL っていうのがね、賛否両論あって、やっぱりね、この決断をしたってことなんですよ。当然ですけども、こんなサービス打ち出したら批判を浴びることはもっともなんですけども、一部にはどうしてもそれが我慢できないって方もね、いるのも確かなんですよ。これはやっぱり、平たく考えてね、そういうことを考える人の方がちょっと冷たいんじゃないかっていう感情もあるんですよね。あるんですけども、苦肉の策として何かね、行動を起こすってことなんですよね。はい、私もね、これ正直ちょっと寂しいなと思いますよね。幼稚園の問題で、幼稚園ができたらうるさいからもう作んないでくれみたいなことがニュースになったりね、実際そこに幼稚園が作りにくくなったりとか、バスに乗った時でも お子さんがね、なんかやかましいと、それを叱ったら今度はこっちがなんか怒られちゃったりとかね、被害届出されちゃったみたいなことで、本当に息苦しい世の中だと思うんですよ。でその中でやっぱり何かを決断するってことは、一部の誰かには嫌われるってことも受け入れていくんですよ。で私たちはやっぱりね、責任を持って行動するってことの意味をもう一回捉えた時に、批判を浴びたりとか石を投げられるかもしれない、でも行動して決断して行動していくってことを諦めるべきではないかなと思うんですよ。で今回のね、 JAL のこのサービスね、これはね、やっぱり利用する人がいなければこのサービスは消えていくと思うんですよ。でもこれが利用する人がいるってことは、それが正直な人の気持ちなんだろうなと思うんですよ。確かにお子さんをお持ちの方にとってみたら、うちもそうですけどね、これは寂しいですよ。寂しいんですけども、でも今度はね、堂々と泣いている赤ちゃんを乗せられるっていうふうに考えられることもあるのかなと思いますし、なかなか難しい部分であるんですけども、こうやって試しては失敗する、試してはやってみるってことを繰り返してね、サービスっていうのは落ち着いていくんではないかなと思います。で今回ね、この赤ちゃんのことが話題になりましたけども、私はね、女性専用車両っていうのも私の町にはないんですけども、私は見たことがないんですけども、多分東京とかにあるんでしょうね、女性専用車両ね。あそこにも一種ちょっと、違和感を感じるのが、あまりにもね、偏りすぎてるのかなという気もするんですよ。もちろん女性専用車両がね、痴漢の問題とか冤罪の問題とかで生まれたってことはよくわかります。では今度逆にね、男性専用車両っていうのを作ったらどうなのかなってことなんですよ。男性専用車両ですよと、女性の方は痴漢被害に遭いたくなかったらここ乗らない選択もありますよってことで、同じ発想なんですけども、女性専用車両って作るのか男性専用車両って作るのかによって全く意味が違ってきて、多分男性専用車両ってやったらこれはこれでね、ひどいバッシングを受けると思うんですよ。で女性専用車両ってやると、男性からはね、なんか反対の意見とかあるかもしれませんけども、それがまあどうなのかなってことですよね。で今回ちょっとね、JAL のサービスに戻しますけども、こういうサービスが始まってくるっていうのも、やっぱりこう人間関係がね、すごく寂しくなってきていることだとは思うんですよ。皆さんもそう感じる部分があると思いますけども、これは世界的な流れでね、もう自分さえ良ければいいっていう風にみんながなってるんですよ。自分の暮らしがやっとなんだよと、人に何かどうこうやってる暇はないよと、人に提供してる暇はないと、少なくともギブアンドテイクが精一杯だよってことなんですよ。世の中にはですね、マッチャーといってマッチングする人、もらった分だけあげる、あげた分だけもらいたいっていう人がね、5割を占めるらしいんですよ。で残りの4割、そして残りの1割っていう分類なんですけども、残りの4割っていうのはですね、欲しいものは欲しいと、であげるものはあげないって感じですよね。もらうばっかり、これがねテイカーっていうんですよ。いろんなものを持っていってしまう人、自分に得なものばっかりをやって、自分がちょっとでも労力かかるものはいろんな理屈をつけてね、避けていくって形です。で残りの1割っていうのが、ギバーといってからね、与えるだけの人、見返りはいりません、もう与えさせてくださいって人ですね。皆さんはね、この3種類の人のうちどれがいいかなって考えた時に、やっぱりね、ギバーって言って与えるだけの人に憧れると思いますし、そういう人が身の回りに取り囲んでくれたら本当にいいなと思うんですよね。で結局生き残るのはギバーって言ってね、与えるばかりの人が結局は長い目で見たら得をするわけなんですけども、
今回のこの泣く赤ちゃん避けれる座席予約サービスってものに、その3つのね人種っていうのがどう関わるかってことをここで説明はちょっと難しいんですけども、ただ一つ言えるのはね、このサービスを提供した背景っていうのが必ずあるってことなんですよ。おそらくですよ、おそらく長い間 JAL に対して、もしくは JR に対してかもしれませんけども、こんなねやかましい赤ちゃんがいると、自分はお客さんの立場として、おいもうそこ黙らせろっていうことはできないと、でもなんとか配慮してもらえませんかって声が積み重なって積み重なって積み重なって、社内協議を何回も何回も繰り返して、もう苦肉の決断でね、よし批判を浴びるかもしれないけども試してみようかって感じで一歩進んだことだと思うんですよ。その結果、こんな席いらないんじゃないのって声が高まれば、当然こういう席はサービスはなくなると思いますし、あとはユーザーたるね、私たちがどういうふうにこの JAL の決断に向き合っていくかってことが任されてるんじゃないかなと思うんですよね。そういう意味でね、私たちは自分に得なサービスばっかりを使いたくて何も恩返しをしないね、テイカーなのか、それともやってもらった分だけ恩返ししたいというね、そういうふうなギバーなのか、何ですか、抹茶なのか、それとも世の中にあるもの全てを受け入れていくギバーなのかね、そういうところもこう、ね、考えていくところなのかなと思います。今回記事をお寄せいただいた玉木さん、ありがとうございます。これからねもうちょっとね細かく他の部分とか、実際世界ではこのサービスは珍しいのかどうかってことを見ていこうかと思います。おそらくですけども、日本企業の体質として世界的にこういうことをやってるから、後出しでついていってるだけかと思うんですよね。もしかしたらそうなのかなと思いますけども、ご存知の方いたら教えてください。私もねこのサービスが今知ったんですけども、ここまで来たかというね、愕然とする気持ちと、まあ人の気持ちはこうなんだなっていうね、一種寂しさと言いますかね、自分ファーストっていう世界的な流れ、これを感じざるを得ないかなと思います。それでちょっとね補足なんですけども、今アメリカファーストって言ってね、もう自国のことは自国でやろうっていうね、アメリカのトランプ大統領の声もあったりとか、韓国は韓国で日本にたかりまくっているというね、本当にね言いがかりをつけてどんどん日本から奪おうとしているところもありますし、であとはねあれですよね、ブリジットですね、イギリスが EU から離脱しようとしていると、もうイギリスは自分たちでやるよみたいな感じで、本当世界的に自分のところは自分でやりますよみたいな感じで、お隣さんを大事にする精神っていうのがちょっと薄れてきたのかなと。これは平和になると起きることなんですよ。やっぱりね、人間の営みっていうのはね、こういう皮肉に操られているのかなと思っちゃったりしますね。皆さんどうお感じでしょうか。それでは本日は以上です。